学校ホリデーを含む愛知ウィークの期間中、自治体が運営する公共施設では入場が無料になるなどのサービスが実施されていて、長久手市のアイススケート場も朝から多くの親子連れでにぎわっています。めちゃくちゃ楽しい。結構嬉しい。家族の時間を作るために貴重な機会だと思ってます。県によりますと、今日は9割の公立学校が休みで、27日が休みになる学校もあります。県は保護者の有給休暇取得も促すとしていますが、仕事を休めない家庭もあるとして、必要に応じて学童保育などを開き対応しているということです。